皆さんこんにちは、アジョッタです。今回東海林に初めて参加してまいりました。その動画を作成しましたのでどうぞご視聴ください。2017年2月10日11日、12日の3日間ありました。まず10日は参加しませんでしたが、11日は丸投げ広場にて配布物のお手伝いをさせていただきました。12日は報道記者として参加いたしました。おい報道記者って。まずこの映像は1日目の帰宅時に撮影したものになります。入場した際のものがなく申し訳ございません。この映像は2日目にオープニングを撮影するために迷っていた頃のものになります。と真ん中が入場口になりますが、今はカーテンになっています。これは任天堂スイッチのゲームソフトワンクースイッチのお試しプレイをしているものになります。私は王道のぷよぷよテトリスを購入予定です。へぇ。それはさておき、ここでは早打ちガンマンという早打ちゲームを行いました。早くスイッチ欲しいですね。スイッチの販売開始はすぐ目の前の3月3日ですよ。ワクワクです。ずっと見てるのも疲れますので買ったしますね。ここからは私の運転は自走しますね。入場完了しましたのでそろそろ行きましょうか。実は裏では1時間くらい待ってるという話です。そんなこともあり、売店はさっさと売り切れになった模様。そして暇になりゼルダさんを撮影してみました。スイッチ体験会で一度撮影しましたがね。はい、そしてわがマイクラベースにてチラシの配布を行っているところを撮影いたしました。あなたの心に広がる景色をブロックの世界に詰め込もう。
イベント概要は、この動画の URL にて、3D プリンターで何作るんだろ？どうやら私たち手間かもしれませんね。では音声だけになりますがご了承ください。お客さんですね。チラシを配るのじゃ。業界にでマイクラのイベントするんだよ。ぜひお願いします。と11日はペコさんに教わりつつアジョッタさんも営業のお手伝いしてたそうです。ってなんでこの流れで自宅警備員なんですか？まあいいじゃないですか。